皆さんこんにちは、ビレジェンド染谷です。ビレジェンド上野です。先日のね、動画で僕が、フィジークに挑戦するっていう形のお話をさせてもらったんですけど、でまずこれ動画見てる方がそもそもこのフィジークっていう競技とボディービルっていう競技何が違うのっていう、こう分かってない方もおられるかと思いますんで、その辺ぜひちょっと今日上野さんに解説していただきたいと思います。はい、あくまで私の主観的な違いの話になってくるかなっていうところなんですけど、はい、あと今年から新カテゴリーでクラシックフィジークっていうのが JBBF で始まるそうなので、はい、そこの話も少ししつつ、その3カテゴリーの体の違いみたいなところもちょっとできる範囲にはなりますが、ちょっと話題にしていきたいなと思います。はいはい、じゃあ染谷さんが考えるフィジークの目指すべき体、でそれとボディービル、まずボディービルの違いでいうとどういうところをイメージされてます？そうですね、フィジークはイメージとしたらサーフパンツがこうよく似合う体ってよく言われるかもしれないですけど、はい、体がこう逆三角形でかっこいいシルエットになっている、それがフィジークなんかなって個人的には思ってます。でそこだとボディービルの違いってどういうところだと思いますか？そうですね、フィジークは あまり足を、ね、見られないのかなっていうのが個人的なイメージで、なるほど。ボディービルになってくるとやっぱり ものすごく足も大切になってくる部位になると思うんですけど、フィジークはもう上半身 その逆三角形のシルエットの綺麗さを競うような競技、でボディービルはもう全身の筋肉 そのデカさとか綺麗とかを、ね、競うような競技なのかなと思っております。なるほど、はい、そういう見方もあると思いますし、はい、概ねそういう風に感じられる方も多いのかなと思います。はい、フィジークだとやっぱり前提としてこうより万人の方がかっこいいと思える体みたいなところを目指していく競技がまず一つフィジークなのかなと思います。で一方ボディービルはやっぱりそのこれも実はそのかっこよさというか体のかっこよさを競うカテゴリーではあるんですけど、そのかっこよさ その土台にあるのがその筋肉の大きさっていうところが大きな違いなのかなと思います。でこれは結構感覚的な話なんですけど、フィジークってどうしてもその求めていくべきこう体ってみんな割とその同じ方向、理想とする体がこう同じ方向に向いているというか、具体的に言うとそうですね、肩幅がしっかりとあって、でそれに対してウエストがキュッと締まってる、で肩幅っていうところで言うと肩自体の筋肉もそうですし、背中の広がりみたいなところで、さらにその腹筋もしっかり割れている、そういうところが結構フィジーク選手がこう目指していくような体の理想像なのかなっていうところだと思うんですけど、ボディービルは結構人 その体型ってどうしてもあるじゃないですか、だからその体型によって目指していく体がこう違ってきたりするかなと思います。手足が長い短いだったり、胴が太い細いだったり、背が高い低いだったりっていうところで目指していく体が結構いろいろある中で、そのいろんな勝ち方があるのがボディービルかなと思います。手があまり高くないならないで、その筋肉がこう詰まった感じが見えるし、で逆にその背が高くて手足が長いっていう風になると、それでポーズをした時のダイナミックさみたいなところにもつながるし、でその筋肉一つ一つの大きさっていうところで勝負をするのか、本当にバリバリにこう仕上げる仕上がりの良さみたいなので勝負するっていうのも、そのタイプによっていろいろあるので、そこはこう会場で見ててもかなりそのいろんなタイプの選手がいるなというところはボディービルかなというふうに思いますね。ちなみに上野さんはどのタイプになるんですか？そうですね、どっちかというとまだ、背が183あるので大きいので、そういったところをこう武器にして戦いたいかなっていうところはあります。で、その背高いとどうしても手足が細く見えてしまうの で、でそこに対してこう上背だったり手足の長さに見合った 筋量をさらにつけていくっていうのがやっぱり課題にはなってくるかなっていうところですね。でちなみにこうフィジークとボディービルで審査員の方にこう審査されると思うんですけれども、それぞれこう重要視される部分っていうのはあるんですか？そうですね、フィジークだと、その審査基準の中に入っているワードとしてトータルパッケージっていう言葉が入ってたりするんですね。トータルパッケージでの良さ良し悪しでこう判断する、
はい、でなので体自体 の, その、まあ、筋肉のつき具合とか、はい、プロポーションの良さだったり、はい、それ以外に醸し出す雰囲気とかも実は見られてる、髪型とその人のタイプが合ってるかとか、はいはいはい、顔とかも正直見てるか見てないかでいうと、なんかまあ難しいとこなんですけど、はい、そこは結構そのトータルで見てかっこいい方がやっぱりあの審査としては、まあ、順位が高くなってしまうのかなというところはありますね。なるほど。でまあ足だったり下半身っていうところの話もあるんですが、はい、やっぱり実はサーフパンツ越し の, あのお尻だったり、はい、その、まあ、大腿四頭筋の膨らみというか、はい、そういうところを見てる審査員の方もいるというふうに一度聞いたことがあります。なるほど。じゃあフィジーカーはこう足をやらなくていいっていう声も聞くんですけど、決してそういうわけではないっていうことですね、うん、そうですね、あの、まあ、ボディービルほどの優先順位にはならないかもしれないんですけど、はい、全くやらないっていうことに対して加点はないかなっていうところですね。なるほど。で一方ボディービルに関して言えば、まあ、その自分が持ってる筋肉がこういかにその大きくかっこよく見せれるかっていうところのポーズの取り方で審査がされます。人によってあの、まあ、同じその規定のポーズであっても取り方が全然あの違ったりします。こうウエストがちょっと太めの人は、例えばこうダブルバイを取るときに少しウエストをひねった状態で細く見せるようにして取ったりとか、逆にその腕の太さだったり足の太さだったりを強調したい場合はまっすぐこう取って、はい、その辺をアピールしたりというところで、自分の強みをもう 120% 見せて、はい、弱みを隠すのがボディービルかなというところです。弱点を隠してそれが審査員に見られなければそれは結構勝ちにつながるかなというところだと思います。でそれでいうとそのクラシックフィジークで言いますと、はい、